はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は10月の11日で水曜日です。空はね、晴れてます。もうね、完全に秋ですね。寒い。家の中はそんな寒くはないんですけど、やっぱ外はね、寒いですね。先日ね、カーペットを敷いたんですよ。電気カーペット。そしたらね、九太郎とね、純ちゃんがもうそこから離れないんですよね。やっぱ寒がりなんでしょうかね。暑はね、相変わらず暑がりですけど、もう寒いのと暑いのって言うたらね、僕で言ったらね、暑いのはまあまあ耐えられるんですよ。寒いのはもう全然ダメ、耐えられん。寒かったらもう何にもできん。純ちゃんね、肉球の怪我で病院行ったんですけど、それからもうどれぐらい経ったでしょう、3日4日ぐらい経ったんですけど、完全にね、治りましたね。全然気にしてないですね。え、ゆうちゃんよかったね。今ね、爪がねほとんどない状態なんで、猫パンチ受けても全く痛くない猫パンチ受けても、今ね、猫パンチ受けても全く痛くないんですけどね、これ爪があるとね、爪が引っかかるんですよ。ほんで引っかき傷になる、ちょっとでもあると。まあ、猫飼ってない方はちょっとわからないと思うんですけど、基本ね、純ちゃんね、パンチするときは爪出さないんですけど、爪がやっぱ伸びてるとね、何でも引っかかっていくんですよ。その敷物を歩いていくときも敷物に爪がかかっていくんですよ。あれ、純ちゃんいないやん。いないやん、あっち。どこにいる？姉ちゃん寝てた。帰ったよ。姉ちゃん待ってた。姉ちゃん。ちょっとお買い物行ってくるわ。待ってて。キューちゃんも待ってて。ハツも待ってて。ハツ来たー。早いね。待ってた。けいちゃん待ってた。ジンちゃん帰ったよ。はい、買い物から帰ってきました。今日はね、もう全然買ってないです。卵買いに行っただけなんですけど。
はい、エクレア78円安くなってました。もう一個買いました。今食べたかったみたらし団子、これが100円です。舞茸、これが120円。8枚切りのパンが138円、ちょっと安くなってました。高いけど。ブロッコリー128円、高い。あのミンチの肉、これが372円。高いか安いかちょっとわからないです。はい、もも肉411円、普通かな。このあの何だったこれ、ごぼう、はい、ごぼう、これ100円です。揚げ、これも100円です。このチョコのクッキー200円、高い。北海道のじゃがいも4つで100円です。人参1本130円、高すぎる。でアイスコーヒー1本100円、卵230円。こっちが、はい、せんべい、これが130円。カール100円、ラップ120円、きつね揚げ100円、チーズ200円、チョコ200円、味の素、これがね200円ぐらいしました。あと牛乳1本200円、もう1本。いつの間にか値上げしましたよ。これ180円、180円あったのに200円になってました。今日はだいたい3500円ぐらいです。もうね全部値上げしてる。高すぎてねもうやっていけない。もうねクッキーなんかね200円が普通になってしまった。とにかく全部が高い。牛乳もねこれ安いとこで買ってたのにね、いつの間にか値上げしてました。はい、今日はこんな感じです。あー、詰まってた。ゆうすけ、待ってたか。りんちゃん、待ってた。りんちゃん、りんちゃん、はい、今日はこんな感じです。トンボ、トンボいるよ。トンボ、そこそこ、トンボいる。トンボ、あいつ、ここ、そこそこ、ほら、キュウちゃん、トンボいるよ。キュウちゃん、ゆうちゃん、トンボ、トンボ、
ピーちゃん、トンボ、トンボ言った。トンボ見てき。ピーちゃん、そこ。あ、じゃ見つけた。あれ行っちゃった。Thank you.